アメリカ共和国産とドミンゴ州、ビジャメジャ出身のプロ野球選手、ウトウリョーダ。MLB のカンザスシティロイヤルズ参加所属。2012年6月にシアトルマリナーズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグマリナーズで、プロデビュー。13試合に出場して打率。182、8打点、3盗塁を記録した。 2013年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグマリナーズとルーキー級、アリゾナリーグマリナーズでプレーし、2球団合計で31試合に出場して打率。283、5打点、13盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級アリゾナリーグマリナーズでプレーし、38試合に出場して打率。231本塁打、13打点。 13盗塁を記録した。2015年は、ルーキー級アリゾナリーグマリナーズ、A-9、エバレットアクアソックス、A 級クリントン・ランバー・キングス、トリプル A 級タコマ・レーニアーズでプレーし、4球団合計で51試合に出場して打率。282、16打点、20盗塁を記録した。2016年1月12日にジョー・ウィーランドとのトレードで、 ロサンゼルスドジャースへ移籍した。この年は、参加の A 級乱直モンがクエークスでプレーし、124試合に出場して打率、287、4本類四47打点、24盗塁を記録した。2017年は、A 級乱直モンが、A 級タルサドリラーズ、トリプル A 級オクラホマ式ドジャースでプレーし、 3球団合計で127試合に出場して、打率、278、8本塁打、41打点、28盗塁を記録した。2018年1月4日に、ドジャース、カンザスシティロイヤルズ、シカゴホワイトソックス間の三角トレードで、トレバー・オークスと共に、ロイヤルズへ移籍した。この年は、参加の AA 級、ノース・ウエストアー・カンソー・ナチュラルズでプレーし、 136試合に出場して打率、263、5本打五59打点、34盗塁を記録した。2019年、マイナーでは、トリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーし、128試合に出場して打率、271、7本打六63打点、19盗塁を記録した。九月三日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りし、5日のデトロイトダイガース戦にて、8番、中堅守で、先発出場して、メジャーデビュー。オフの12月2日にノンテンダー FA となったが、17日に、マイナー契約で再契約した。2020年7月23日に、メジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。12月21日に、 マイナー契約で再契約したと報じられ、2021年1月4日に正式公示された。ありがとうございます。